だからほんで22ぐらいでしょ。だから、うん、あのここに来る連れてくる道中もさ、そう30度ぐらいにしてもらわないとなかなか しんどいかなと思うんですよ。はい、でどうぞお越しください。ちょっとお薬をね飲ませてるんで、それをちょっと中身を説明して飲ませ方を教えますね。A の薬は一滴を1日に最低2回で、今は5回ぐらい飲んでます。飲めるんだったら2回に止めないで3回4回飲ませてほしいんですよね。で、A の薬の中身をちょっとここに書いておきますね。いろんなのが入ってるんで、エンドフロキサシン、エンドフロキサシンというのは抗生物質ですね。で、鳥によく使います。呼吸器にも消化器にもよく効いてくれます。それから次ピモベンタ、これはね、心臓が大きいんじゃないですか、と心臓の収縮力がちょっと弱い可能性があるんで、心臓が収縮する力をちょっとだけ強くします。それでプラス血管を広げる、全身の血管拡張作用があります。そうすると何が起きるかというと、ギュッとね、心臓が血液がたくさん出て、血管が広がれば血がよく回りますよね。血流を良くする。そうすることによって心臓とか腎臓の機能を高めてくれる、負担を取る。それからあともう一個ね、エナラプリン、これも血管拡張作用があります。ただまあピモベンタよりは弱いけど、やっぱり心臓とか腎臓の機能を助ける。次ウルソ・デオキシコール酸、ちょっとウルソって書いてますね。ウルソ・デオキシコール酸って長い名前の薬なんですけど、これは肝臓を元気にする、肝臓の働きを良くする。それから肝臓の中に胆のうってあってね、胆汁が十二所に流れるんですよ、管通ってね。その胆汁の流れを良くする。で、胆汁はどんな働きをするかっていうと、脂肪の消化を助けるんですよ。で、この胆汁の流れが悪くなってきちゃうとですね、肝臓が悪くなると黄疸が出る、黄色くなってくるっていうじゃないですか。それはこの胆汁の流れが悪くなるから、だから肝細胞を元気にすることと胆汁の流れを良くする薬がウルソデオキシコール酸。別に肝機能検査したわけじゃないけども、明らかにかなり大きいんで、多分肝機能も落ちてるんだろうなと思って入れさせてもらって。治ったら縮むんですか？いやー、縮むのはなかなか代償的に大きくなってるから多少は小さくなるかもしれない。まあなかなか縮まないですよ。でも例えば3ヶ月先にね、レントゲン撮ってみて比べる価値はありますね。それから次モサプリド、それからメトプロ、ツーラーと作用基準は違うんですけど、どちらも消化管、胃腸の機能、動きを良くする、それで食欲を増やそうと、胃腸機能を高める。でプラスメトクロプラミドは生徒作用、吐き気を抑える働きがあります。からあとカルシウム、カルシウムで、あのモレコはたっぷり入れてあげてくださいね。わかりました。はい、だから川月君もこれモレコ、それからあとなんだっけな、あビタミン、特別にビタミンの D とか A とか、いわゆる主要性ビタミンが足されています。はい、であとはブドウ糖をちょっと甘くしてあります。それから総合ビタミン、それからタウル、まあ、これはサプリメントでちょっと肝臓を元気にするものですね。これはもう2つぐらいですね。プロバイオティクス、プロバイオティクスというのは腸の善玉菌なんですけど、
腸の善玉菌を補ってあげると腸の環境、あの腸の環境が良くなってきます。そうすると自分で治す力、免疫力が上がってくると言われてます。だからヨーグルトなんかね、食べてるとあの風邪ひきにくいとかね、いうのあんな感じですではないです。あとはアガリクス、アガリクスとはキノコなんですけど、キノコ類全般にベータグルカンという成分が入っているんですよ。椎茸でも舞茸でもね、アガリクスはこのベータグルカンがたくさん入っているんですけど、このベータグルカンもやっぱり免疫力を高めて自分での使うと高めてくれると。そんだけのものがお水で溶かしてありますから、飲ませる前によく振って飲ませると。で次 B の薬、こちらが B の薬ですけど、 B の薬は1日1回でいいです。入っているのはフィロコキシブっていうのは消炎鎮痛剤です。炎症を鎮めて痛い苦しいを取る薬です。消炎鎮痛剤で、消炎鎮痛剤にもすごいいろんな種類があるんですけど、大きく分けるとステロイドと、それからステロイドじゃないのと、ステロイドと非ステロイドがあります。でステロイドの方が効きます。だけどとりあえずこの子ステロイドじゃない方を使ってます。それでちょっと出てくれたから、それでもなかなか出なかったらステロイドも使うんですけど、で当然効果はステロイドの方が強いんですけど、それに伴って副作用もステロイドがねありますから、まあだからとりあえずステロイドじゃない消炎鎮痛剤で良くなってくれたから良かったなと思ってますからね。あとそれにプラス総合ビタミンとブドウ糖がこちらにも入ってます。で、あと次、これ、必ず冷蔵庫保存。家帰ったらすぐ冷蔵。室温で置いておくと効かなくなっちゃいます。要冷蔵と、それから有効期限が1週間です。だから17に作ってるから、24までかな。ということで、これは今ちょっと実践しますからね。これが一つ。それから、これ。鳥居さんってそんないろんな検査できないから、健康チェック用玉ちゃんの。つけてほしいんですけど、これ特につけてほしいのは、ね、体重、朝晩測ってください。ね、あの、なんだっけ、お料理のやつでいいですね。そうそうそう、お料理のやつで、ここでもそれ使ってます。だからあとは、さえずりがあるかどうか、これ結構大事なんでね、さえずってるかどうか。それからあとこのうんちの数。例えば昨日の夜が今日の朝まで33個。昨日の朝から夜まで14個出ました。そうすると、まあ、24時間で47個。で、元気な子は何個出るか分かります？60個から100個ぐらい。そう、数えるとね。24時間でね。で反対に言うと、30個以下は危険なんです。1日ね、30個以下の子はもう危険だと思ってください。元気そうに見えても良くないサインです。でここもね、33で書いてあるけど、よくよく見ると本当に正常な1個分が18個で、ちょっと大きい2個分が7個で、足して33個、そんな風に数えてるんですけどね。だから普通正常だとさ、こうちっちゃくて、で真ん中に白いのがポツッと乗るじゃないですか、それが正常です。で例えばこれが大きければ、これを2個分とか3個分とかで数えてるんですけどね。ちっちゃいのが出てた方が調子がいいです。そうそう、大きいのがドカンと出るとなんか体調良くないと。だからこういう心臓大きい、肝臓が大きいっていうのは、まあ申し訳ないけど先天的なものの可能性が高いから、そういう子は普通の子に対して子に比べて、調子は悪くなりやすいかもしれません。で、とりかく調子が良くないのってね、まあそう、温度差とかね、一日の中のね、日内の温度差、それからあとはいろんなストレス、まあ温度差もストレスなんだけど、卵産卵、それからあとトヤ、羽が抜ける時、こういう時はかなりエネルギーを使うからさ、体調崩しやすいですね。で卵もですね、一応まあ今のところまだでもしなびちゃって申し訳ないんですけど、あったかいところに硬さはまだそこそこはあるなと思いました。
でもこれがさ、また次が出てきちゃうとだん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 硬さがなくなっていっちゃう可能性がありますんで、だからボレーはすごく大事だな。であともう一個ね、まあ、元気は見た感じ100のうちどれぐらい100あるかどうか、まだちょうど60で書いてあるけど、もうちょっと上がってるような気がするんですけど、あ、そうですか、はい、それからあとは環境ね、実際にあの子何度のとこで生活してるか、温度湿度をさ、まあ、ちょっと朝一番ともし測れたら昼過ぎと、はい、夜とちょっと温度湿度をちょっと記録してください、はい、でとにかくできればね30度から33度ぐらいにして湿度はまあ 30% 以上になるように作ってあげてください。それで24時間元気だったら昼間はちょっと出してもいいです。人が見てられる時間ね、昼間というか夜というか、で様子見ててなんか体膨らましてくるとかね、眠らそうにするんだったらすぐ置いてきに寝て温めてほしいんですよ、うん、まだちょっとかなり用心しとかないとまた急にすごい悪くなっちゃう可能性があるんでね。今のところ卵は次のは降りてないです。どうしたら卵が降りてるんですか。それは無理です、自然のことだから、うん、だから産む子は産むし産まない子は産まないですね、としか言いようがないですね。で例えばワンちゃんとか猫ちゃんみたいにさ避妊手術とかさ、そういうのがポピュラーにできればいいけどさ、そんな赤線インコの避妊手術で、ね、まあ、やってやれんことはないですよ。でもすごいリスキーなことですね。だってお腹開けて卵巣子宮取るってことだから、うん、その麻酔とかね回復してそこまでやるかということで現実的には行われてないですよね。おじさんは、まあ、その骨折とかね、それからあと治療でね、若くて骨に転移してなくて、こういう健康チェック表を見て、元気な子は手術、5歳以下でね、そういう子は手術するけども、5歳過ぎてたら手術しないですよね、私は。でましてや、ちょっと心臓、若くてもさ、心臓が大きいとか、肝臓が大きいとかって、そういうちょっと先天的な問題がある子は、うん、ま、手術ってことは麻酔かけるからさ、それでね、弱らしちゃってと。起きちゃうんですから、そう積極的には私は進めないですね、うん、そうなんですよ。でそれとあとは餌持ってきたんですけど、今って言うのさせてもらいます。で直接飲ませるとあともう一個ね、はい、じゃあこれ先にこれ見ましょうか。だから、これはでもそんなに好きじゃないでしょ。でもこっちが固くちゃって混ぜてるんですけど、これはまだ、あ、ボレーこれ、うん、これはなくなりそうなんですか。一応ボレーも入ってますね。泡ひえきびカナリアシード泡きび、うん、でボレー粉もちょっと入ってるけど、もう卵足りない、うん、足りないと思うから足してあげた方がいい。これはこれボレーでしょ、はい、これはない。これはあのこれと一緒みたいな感じなんですけど、ちょっと違うのが見えてきた。ああ、ペレットね、うん、でペレットさ、どうしてもあんまり足りないんだったらさ、うん、崩してさ、粉にしてさ、皮付きにかけてあげると、うん、多少食べれますよ、はい、あの皮むいて食べることになるから、だからこれとこれは使っちゃっていいですよ、はい、だからそう、大紬はね、こう好きな濃い多いからちょっと入れてあげてくださいそれから、あとね手からさ、手に伸びじゃないですか、うん、手に乗せて手から食べてもらう、そういうことも知ってあげれるんですよね。食べたいだけ食べてもいいんですか。いいです。あのペレットとかこの皮付き混合は、でも大紬はちょっとそんな目いっぱい食べない方がいいかもしれないですね。なんかあのクリームポでしたっけ、あれが好きなんですか。泡ポ。あれもいいですよ。やってもはい。で、もう一個ね、ちょっと長くなったから。